ハロルド・ギルマンはイギリスの画家である。人物画や室内画、風景画を描いた。ポスト印象派のスタイルに近づいたイギリスの画家であった。1910年代にウォルター・シッカートを中心として何度か展覧会を開いた美術家のグループのカムデンタウングループの創立メンバーの一人である。サマセットのロードで生まれた。 1896年からヘースティングスの美術学校で学び、1897年から1901年までロンドン大学のスレード美術学校で学んだ。1904年にはスペインに旅し、1年間ほど滞在し、17世紀の画家、ディエゴ・ベラスケスの作品を研究した。この頃ロンドンのカムデンタウンで活動するウォルター・シッカートと親しくなり、 シッカートラと美術家のグループを結成した。1911年に結成され何度かグループ展を開いたカムデンタウングループは注目される存在であった。スレード美術学校で共に学んだスペンサー・フレデリック・ゴアとは常に芸術活動を共にした。1910年にロンドンのグラフティン・ギャラリーズで開かれたポスト印象派を紹介する展覧会に刺激を受け、 チャールズ・ジナート・パリへ旅した。ゴッホ、ゴーギャン、シニャックの作品の影響を受け、それまでのシッカーとのスタイルから離れた。スペンサー・ゴアとポスト印象派のスタイルの作品の共同点を開いた。1919年にスペイン風邪の流行の犠牲となった。43歳だった。ありがとうございます。